にちは、さとみ先生です。今日はですね、第3弾ということで保護者編をお送りしたいと思います。それではスタート。はい、保護者はい、保護者編ということで、はい、入った直後の、新人保育さんだと結構保護者の人とやっぱり、早番遅番入った直後でも結構シフトにいろいろ入ったりとかもするので、早番とか遅番だと話すことがありますね。ただその毎日そのシフトのこともお話ししましたけれども、保育士って子どもの活動時間に合わせているわけではなく、早番の日もあれば遅番の日もあれば中番の日もあるっていうような感じで、出勤時間がそれぞれ違うので、その毎日保護者の方と話すっていうことができない。なので、その保護者とのコミュニケーションのツールとして連絡帳っていうのがあるんですけども、もうこれはすごい大いに使っていただきたくて、活用していただきたくて、でやっぱり保護者の方と信頼関係が築けると、そのお家でのお子さんの様子とかもすぐに聞き出すことができたり、そのご家庭で起きた楽しいことをその内容を子どもと一緒にシェアすることで、あ、こんなことも知ってるんだ先生みたいなので、子どもとの距離も縮まったりもするので、その連絡帳を使った保護者とのコミュニケーションというのはすごく大事になってきます。ということは、これはですね、連絡帳は入ったちょっと保育士さんに書いたりとか、うん、書きます、はい、はい、書きますね。最初、初日とかはもしかしたらちょっとこんな感じに書くよっていうので先輩が書いたのを見せていただくっていうパターンもあるかもしれないんですけども、すぐ他人のそのクラスの担任の先生として職場に入られている場合は、もしかしたらその日から練習として書くパターンもあると思うので、そこは何日もね書いてあるので、先生方がどういうふうにコミュニケーションを取ってるのかなっていうのを見ながら、ちょっと真似しながら、分かんないことをちょっと聞きながら書いていけばいいんじゃないかなと思っています。はい、ありがとうございます。結構連絡帳って多分先輩方とか見てても多分順にといろんな書き方されると思うんですけど、些細なこととか書いていいんですか？もう書いていいと思います。やっぱり保護者の方、私も2児の母なんですけれども、やっぱり保育園で子どもがこういうことを言ったっていう、その本当に些細なことを書くだけでも、その保護者の方すごく喜ばれますし、私自身もすごい嬉しいですし、あ、こんなとこも見てくれてたんだなっていうようなことにつながっていくので、そう、ただ人数も多いので記憶するのも結構大変なんですよ。そう、なので、あんまりそのメモをずっと取りすぎるっていうのも良くないんですけども、ちょっと、あ、この瞬間可愛かったとか、こんなこと言ってたっていうとこを忘れないように私は結構こうやってメモを書いてて、あ、でそれをまた午前中に連絡帳書くことが多いので、その落ち着いた時間で見返しながら、あ、そうだ、この子こういうこと言ってたから、これをちょっと今日は書いてみようかなとか、できるかな、そんな感じで、ちょっと子供の支えをメモしておくと連絡帳にも書きやすいですし、そのことを伝えることで保育者の方も安心されると思うので、その楽しいエピソードとか書くといいんじゃないかな。ちなみに、昨日一昨日多分出勤されたと思うんですけど、はい、はい、しましたね一番あ、書いたかもって感じの、こう何役その子じゃないけど言いますか例えばそのご家庭でお家の中で車掌さんごっこにハマってるお子さん、その連絡帳でその保護者の方がお家ではバスごっこやってますっていう風に書いてあったら、それを見ながら、何かお家でバスごっこやってんのって、でそこでもう子どもとのコミュニケーションもまず第一歩として始まりますし、でそれをやってもらって一緒に歌ったりとか、社長さんでいいですか返信して一緒に遊んで、その内容をまた保護者の方に伝えてあげたりとかすると、あ、保育園でもやったんだみたいな感じで同じことを共有していけるっていうのがすごく信頼関係につながるじゃないですけども、ちゃんと読んでくれてるんだとか、っていうのにすごいつながってくると思うので、自分の方から、保育者の方からもどんどんそうやって発信、こういうことしましたよって発信していくと、逆に保護者の方からも、うちは今日はこういうことしましたよとか、
ういろんな情報を引き出せるので、うん、それでまた同じこと子供について共有の話をするとやっぱり距離っていうのは縮まってきますよね、保護者の方とね、うん、なので、まあ、そういったことをお話直接お話はできないけど連絡帳で連絡を取り合うとその保育がやりやすくなる。左もわからないみたいなママさん、はい、ママさんとかいらっしゃると思うんですけど、そういう方からなんかどうしたらいいんですかね、うん、言われたりとかします、ね、結構します。その保護者の方にとったらもう新人保育士さんもベテラン保育士さんも、まあ、人にも同じ子供、自分の子供の先生として見てるので、そうですね、そう経験年数とかも関係なく、まあ、質問は結構きます。でもその時はすごく大事なのが自分の経験とか本で読んだ実習した内容とか勉強した内容でお答えをするのではなく、やっぱ数人でね、先輩の先生方も含めて相談を、育児相談とかは複数の先生と話し合いながら話をまとめてちょっと記入するというのがすごく大事になってきます。そうですね、そのお子さんの傾向とかもね、あったりして結構対処法とかも全然違ってきますもんね。そうですね、本当に十人十色なの で保護者の方もすごく熱心な方もいらっしゃれば、まあいいかなっていう考えの持ってる、自由に教育されてる方も、うん、そうあるので、まあ、新人保育士さんだとやっぱそこら辺の背景っていうのがまだそんなに見えてないと思うので、ちょっとわからないこととか育児相談とかがあったら、まあ、その数人の先生と紹介次の先生と話し合ったり、まあ、主任の先生や園長先生と相談して書くっていうのがすごく大事だと思います。はい、それこそ一番来る相談のこととか、はい、ありますあります。なんか本当にやっぱり連絡帳があるのが乳児さんがほとんどなんですね。幼児さんはもう、まあ、連絡帳といっても細かいことは書かず、体温と元気です、何時のお迎えですみたいな簡潔なものが多いんですけれども、乳児さんに関してはすごく細かく保護者の方も書いてくれますし、そういう連絡帳ノートっていうのがそういう風になっているので、でその時によく出てくるのがやっぱり初めての育児とかだとわからないことが多くて、そのお家では野菜食べてくれません、どうしたらいいですかとか、そうご飯集中して食べてくれないんだけどどういう声かけがいいですかとか、まあ、最近イヤイヤ期がすごくて、うん、困ってますとか、まあ、そういう結構ですね、わからないことが母親として、なんだろう、育児が初めての方とかはもう全部がもう不安だし、全部がわからないので、まあ、その経験情報の経験者である保育士さんにいろいろ質問したいなっていう方はいらっしゃると思うので、お子さんを安心して預けていただくためにそういった育児相談があったりとかも結構あります。ありがとう。いろんな保護者の方々いらっしゃると思うんですけど、はい、結構なんだろう、その保護者と10人といろで心配事もね、結構その預けるのであると思うんですけど、いろんなこと言ったりとかいらっしゃいますか？いらっしゃいますね。まあいらっしゃいますけれど、まあ、そのお母さんもね熱心なの で、自分の子も大事だしっていうので、まあ、例えば前回お話ししたトラブルの件とかもそうなんですけど、ちょっとやっぱり手が出ることが多かったりとかすると、その出ちゃうことはちょっと一緒に遊ばせないでくださいとか話してくださいっていうご意見いただいたりとか、あとはよく多いのがそのお昼寝を長くしすぎてるから夜寝ないんですよっていうご意見をいただくパターンもあって、里見先生も、はい、ご自身のお子さんとか、はい、全然寝ないです、ね、あ全然寝ないですか、はい、もう9時に布団入ってもう10時過ぎまで寝ないので1時間かかりますね、寝かしつけいい方かもしれないです。なので私はもう諦めて一緒に寝ちゃってるんですなんですけど、まあ、そういったご意見結構多かったりするので、まあ、そこは、まあ、寝かす時間っていうのはすごく子供にとって大事、お睡眠時間ってすごく大事で、その子供の1日の睡眠の推奨時間っていうのが決まってるというかあるので、大体あるので、それに基づいてご睡眠時間っていうのも設けてるんですね。でなので完全になくすっていうのはできないんですけど、まあ、ちょっと保護者の方と相談しながらちょっと時間を短くとかっていうのはできるかな、まあ、そこも同じように保育者同士で話し合って、でそれをまた保育者保護者の方と伝えて一緒にちょっと相談しながら決めていこうっていうパターンがあったりします。
ね、ちょっとまだ 初日とかで、ね、遅番でなんか言われて、まあ、その場合はもうその場で答えないのが一番ですね。わからないことは。なのでちょっと、はい、そのままないので、うん、ちょっとここ持ち帰らせていただいて、うん、先輩の会社さんとちょっと検討して、また明日をお伝えしますねみたいな感じで、そう、わからないこととかちょっと不安だなと思うことはその時に答えるのではなくて、まあ、相談しながら次の日にお答えするという形を取った方がいいと思います。緊張して、あ、じゃあ補正させませんとか。ね、言っちゃったらもう、うん、わーってなって近いのが一番最善策ですよね、はい、今回は保護者編ということでお話しさせていただきました。保育というのは子どもと遊ぶだけではなく保護者の方とお話しするコミュニケーションを取るというのが大事なお仕事になってます。なのでこういうことがあるよっていうのを少しでも頭に入れていただけたらまた余裕を持って楽しく保育ができるんじゃないかなと思っております。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。